こんにちは、あずです。今日は今のこのなんかピンクっぽいブロンドみたいなこの髪をマニックパニックのアトミックターコイズっていう色を使って青緑みたいな色にしようと思います。で、元から持っていたこれ、ショッキングブルー、この2つを混ぜて使おうと思います。パッケージだけ見たらほとんどどっちも同じ色に見えるんだけど、アトミックターコイズはもっと青緑っぽい色、まあターコイズなので結構青緑っぽい色です。チリーン、こんな感じ。まあ、ここで見ても結構青っぽいけど、これの2つを使って今日は髪を染めてみようと思います。私の髪を染めてるビデオを見たことある人はもう知ってると思うんですけど、いつもこの、まあ、何でもいいんですけど、白いコンディショナーを混ぜてパステルの色にして、私はあのマニックパニックを使ってるんですけど、なので今日もそのようにしたいと思います。なのでこのホワイトコンディショナーとマニックパニックを調合して、それを塗って染めていきたいと思います。今の色結構ピンクっぽいゴールドで、友達とかからは、あ、いい感じだね、その色好きって言われてるんだけど、私としてはもう結構ピンクっぽいのが長くて飽きちゃったし、赤系よりも寒色系の髪の色が私好きみたい。グレーとかなんか青系とかの方がなんか好きみたいなので、ということで気分転換も兼ねて髪を染めたいと思います。ただいま夜の11時半何時に終わるんだろう、わかんないけど、早速始めていきたいと思います。じゃーん。そしてこれが、2日後の髪の色なんですけど、見えるかな？こんな感じです。2色使ったので、なんか青緑っぽい青と、なんていう、群青色っぽい青が混ざってる感じで、わかるかな？でもいい感じです。私はすごい好き。毎回好きって言ってる気がする。でもなんか気分が変わるからすごい楽しい。でも意外に青すごい好きだったなと思います。当分青でいきたいかも。そうって感じで、これが2日後の状態になります。マニックパニックなのでまた色が落ちていくと思うんですけど、そしたらまた、まあ、ビデオで どんな感じかお見せできると思うんですけど、またレポしていこうと思います。ではこれでこの髪を青に染めるビデオは以上になります。 That's all for this dye my hair blue video. I really hope you enjoyed it, and if you did, please subscribe my channel and give it a big thumbs up. That will make me so so happy, and I'm gonna see you guys soon in my next one. 楽しんでもらえたらぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあね、あずでした。